はい、皆さんこんにちは。ありがとうございます。元双子玉川店寺正のデータマットおりまして、まあ、新型コロナとともに、今は習ってないんですけれども、今日弾かせていただく曲はですね、リバーフローズインユーというですね、多分皆さんご存じない、ひょっとして知ってるよという人います。ないですね。お、知ってる？ピアノのチーム若干知ってる人いるみたいで、おそらく知らないと思うけど、韓国の出身で今イギリスロンドンに在住のイルマという作曲家の方が書かれた曲で、韓国ドラマの挿入歌に使われたんですが、そのドラマ日本であんまり流行ってないらしくて、冬のソナタはね、ご存知ですよね。冬のソナタのユージーンっていうね、女性のヒロインの登場の曲も書かれていて、メインの気になる方は冬のソナタね、今ね、いろんなテレビで見れますので、ユージーン出てくるっていうの時の音楽、あれかみたいな、ちょっと確認していただきたい。イルマっていうカタカナで、イルマっていうので、結構綺麗な曲を書かれる形で、まあ、綺麗に言ってるかどうかはともかく、チャレンジしてみたいと思います。よろしくお願いします。